どうも皆さん、こんにちは。脳科学教育コンサルタントのクロスです。今回お話しする内容は、コーチとしてでなく、そして、教育コンサルとしてでなく、経営コンサルタント目線でお話をするので、少々毒舌になるかもしれません。もうキャラが違うんだと、別の人格なんだというふうに思って聞いていただけたらと思います。で、タイトルが、8割の従業員をクビにしろということなんですが、これも実は、パレートの法則、8対2の法則にのっとった動画になります。具体的には、8割の従業員をクビにしろということの理由が、例えば会社の売上の8割、およそ8割というのは、全従業員のうちのたった2割が生み出してるんですよ。もちろん7対3とか6対4とかいろいろ細かくずれはあるんですが、だいたい全従業員のたったの2割、すごく優秀な2割が全売上の8割を担っているんですね。8割の売上を。で、なると、残り8割の従業員は何してんのって話ですよね。ちょっとまずじゃあ分かりやすくこの棒を使って説明していきたいと思います。まず先ほど言ったように、これが全て売上だったとしますね。売上、利益の、パーセンテージがこの棒を表していると。で、従業員を、じゃあちょっと分かりやすくどっかでこうやりたいんですが、従業員上位2割が 20% が、売上の 80% を生み出しているんだよということですよね。つまりチャリンチャリンと 80% の売上は優秀な 20% が生み出している。はい、ここ結構重要なので何回も繰り返しますね。で、逆にたった 20% の売上を上げるのに 80% の従業員がなんとダラ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 となんじゃらかんじゃらとこう 20% の利益を出しているわけですよ。もうこの時点でちょっとなんかもう何してんねん君らって感じですよね。君ら普段何してんねんと。頼むでおいって感じですよね。で、給料はじゃあどうなのと。歩合制であれば、ある程度この人たちは、多めにもらっているかもしれませんが、もしこれが固定給だったらって考えてみましょう。じゃあ月30万円の、人たちを10人雇ったとします。全部で10人で、10人のうち2人は非常に優秀で、彼らに支払っているお金は2人分なので60万、60万支払っていると。で、じゃあこの残り8割、つまり8人の人たち、20% の利益しか出してくれていない残り8割の人たちにはいくら支払ってんのかってと、計算すると240万円支払っているんですね。毎月240万円が 20% の売り上げを生むためだけに消えていきます。逆に60万円が8割の売り上げを生むために毎日投資されていきますって考えると、もうこのテーマの意味がちょっともうすでに分かりますよね。8割の従業員をクビにしろと言っている理由が、もうちょっと詳しく見ていきたいなと思います。じゃあなんでこの8割の人たちはたった 20% の利益しか出せないのっていうことなんですよね。そこなんですよ。ここからちょっとコーチングも入ってくるんですが、この20%、10位 20% の人たちっていうのはどういう気持ちで働いているのかというと、have to か want to かのどっちの気持ちかっていうと、want to なんですよね。want to の気持ちで働いています。何かゴールを持ってるんですよ。大きな目標があるんですよ。俺はこの会社の理念をとてもに共感できた。で、俺も一緒にこの理念と共に成長したい。この会社と共にでっかくしたい。なんなら俺が引っ張っていきたいんだ。ぐらいの気持ちを持っている非常にモチベーションの高い社員が、この want to の気持ちで行動して、そして
この中に入ってるんですね、上位 20% に。で逆にこの 80% の人たちはだらだらと生産性の低い人たちはどういう気持ちで働いてるのかっていうことですよね。 want to なのか have to なのか、まあもう分かりますよね。 have to ですよ。 have to の気持ちで働いているわけですよ。でっていうことは生産性は悪いわ、いやいや働いているわ、その割には高給取りだと、最悪ですよね。最悪3点セットですよ。3拍子揃っちゃってますよ。遅い、まずい、高い、もうとんでもないですよね。でもしじゃあこの、ちなみにまあなんですが、この want to と have to とではやっぱりパフォーマンスに差があるっていうことが分かってるんですよ。じゃあどれぐらいパフォーマンスに差があるのかということなんですが、もし have to の人たちの生産性を1とした場合、 want to の人たちの生産性はどれだけ高いのかというと、どれだけ、高いと思いますか。 20% ぐらいですかね。 30% ぐらいですかね。もしかしたら2倍ぐらい、3倍ぐらい、 have to の5倍ぐらいかもしれませんよね。生産性どれぐらい高いのかというと、実は have to の人たちを1とした場合、 want to の人たちの生産性は5倍どころの騒ぎじゃないですよ。10倍どころの騒ぎじゃないですよ。100倍違うんですよ。100倍。 want to の気持ちでやっていると、非常に生産性が高まって100倍違うっていうデータが出ています。やっぱり楽しいからやっちゃうんですよね。ゴールがあってさっさとそこにたどり着きたいから、ものすごい勢いで進むんですよ。 have to の人たちは一方ではもう現状維持したくてしたくて仕方がない。現状を大きく超えるような冒険なんかこれっぽっちもしたくないんですよ。そんな面倒くさいこと何がいいんだと、何が楽しいんだと、そんなリスクを犯す人はこれっぽっちもないんだ、俺は固定給だけでもう生きていけたらそれでいいんだっていう人たちですよね。こういう人たちのハーフトゥーの生産性は1です。ワントゥーの100分の1しかありません。でそういう人たちがこれだけ集まってたった 20% しか出せないわけですよ、利益を。ってなるとなおさらここに説得力を持ちますよね。8割の従業員をさっさとクビにしろっていうのは。で、ちなみになんですが、じゃあ企業で、want to の社風を採用しているところ、まあコーチングですよね、簡単に言うとコーチングを採用しているところの企業と have to の企業、つまり抑圧的で非常にこう風通しの悪い上司と部下がギスギスしている、でお互いにこうライバルばっかりで、そして上からはきついノルマとプレッシャーばっかりで、もうむちゃくちゃブラック企業、そんなところをハーフトゥーだとします。ハーフトゥーの体質の企業、そしてウォントゥーの体質の企業、どっちの方が利益が高いかっていうことですよね。仮にハーフトゥーの社風を持つ企業を1とした場合、ウォントゥーの企業はどれだけの利益率を誇るかということなんですが、私の過去の動画を見た方であればおそらくご存知かと思います。ここだったら100倍違うという話でしたよね。じゃあここも100倍じゃないのっていう話なんですよ。実は100倍じゃありません。もしかして減っちゃうの？50倍になっちゃうの？いや違います。もしかしてもっと少ないの？10倍になっちゃうの？違います。100倍になっていたのが、こっちではなんと7倍じゃないですよ。756倍の利益となって帰ってきたんですね。756倍の利益率ですよ。ハフトゥーの人たち、ウゴの州が集まってできた会社は1に対してバリバリの、少人数のこのエリートたちだけを集めて、ウォントゥーの気持ちで突き動かされて働いている人たちが756倍の利益率を叩き出すわけですよ。これつまりこうお金に換算すると、ハーフトゥーの人たちがダラダラウニャウニャなんだかんだで1万円やっと稼いだ頃にはもうこっちはとっくに756万円稼いでるわけですよ。キラーンと756万円ですよ。同じ期間でですよ、1週間で1万円稼ぐのと1週間で756万円稼いでくれる社員、どっち雇いたいのかって話ですよね。どっちキープしたいかって話ですよね。どっちに給料を支払いたいかって話ですよね。あなたはどっちをキープしたいですか？
こっちですか、それともこっちですか。もしキープするんだったら絶対こっちの方が賢いですよね。なので、ぜひとも、をハーフトゥーの気持ちで働いている理念に全く共感していない社員がいた場合は、もう本人の意思に任せて辞めてもらうか、あるいは会社都合で辞めてもらうか、どちらかで去ってもらうのが非常に、スムーズにいろいろと運ぶんじゃないかなと思います。さっさと利益を叩き出したいんであれば、ダラダラした人たちを辞めてもらいましょう。クビにしちゃいましょう。はい、ということで今日はここまでです。どうもありがとうございました。